はい、皆さんどうもこんにちは。今日も夜勤が終わって先ほど家に帰ってきたところです。今から畑に出て野菜を収穫したいと思います。何も持ってないです。入れ物は何も持たずに行きます。まずはここにゴーヤがあります。結構大きい、この下にもある、はい、いやもうダメですね。あ、カマキリ、コカマキリ。これはまだ小さいかな。それもまだ小さいな。これもまだ、もう少し大きくなりますね。そこにもある。これは結構いいかな。ピーマンが枯れてます。ピーマンが、あ、ピーマンパプリカか。これ虫に食われてる。これを取っちゃおうか。はい、取りました。人間もでかいな。これ硬いな。もうゴワゴワして、
はい、それではニガウリと鶏肉の炒め物いただきたいと思います。出来たてのほっかほっかです。いただきます。うんうん、苦うま、うん、苦くてうまい。うん、塩コショウと醤油ちょうどいいやつです。うん、苦うま、苦うまい、うん、にんにく、にんにく、うん、うん、うまい。種、ゴーヤの種です。種もうまい、うん、種にも栄養があるんです。ゴーヤの種、うん、種もいい味がします。大根、大根サラダ、うん、うまい、うん、これは結構うまい、これうまいです。これが本当に美味しいですね。うん、ホットもやしソース、本当はもやしにかけるみたいですけど、どんな野菜にも合いますね。はい、うん、うん、うまい、うん、うん、大根めちゃうま。このソースをかけると大根がすごい美味しくなる。もしこのソースがかかってなければね、多分そんなに美味しくないと思います。大根ね、生の大根です。でも不思議にこのソースがかかるととても美味しいです。はい、ミニトマトもとっても新鮮で取れたての味がします。めちゃうまい、取れたてのミニトマト、うん、そしてきゅうり、こちらも美味しいですね。新鮮なきゅうり、
うまい。グラも新鮮ですよ、これ。オクラはね、ネバネバして美味しいです。ネバネバ。うまい。このネバネバ感。新鮮なんで風味もすごくいいです。オクラ。滑って取れないです。あ、滑る。結構滑りますけどね。新鮮なオクラ美味しいですね。うまい。タンパク質として鶏肉、鶏の胸肉を使いました。大体僕の料理には鶏の胸肉がいつも使われてます。貴重なタンパク源ですからね。ニンニクの味が効いてます。うまい。軽く塩コショウと醤油をしただけなんですけどね。ヘルシーであっさりしていてとても美味しいです。うまい。今日は8月9日火曜日です。今日も夜勤なんですけどね。夜勤出て明日の朝帰ってきます。そうするとその日はもう休みです。10、11、12、13、4日間、工場が止まりますんでね、夏休みというかお盆休みという感じなんですけど、実際にはお盆は13日からですから、お盆休みというよりは夏休みですね。ちょっとした夏休み。10、11、12、13、この4日間はね、どんな過ごし方をするかまだ考えていません。せっかくの休みですんでね、どこかに遊びに行きたいと思ってます。海か山か川かね、また、じっくり考えてね、楽しい思い出を作れるようにこの夏も自分なりに楽しみたいと思います。はい、それではね、ゆっくりこの期限料理を食べたいと思います。まだまだたくさん残ってますんでね、おビールを飲みながら楽しいひとときを過ごしたいと思います。もう2本目です。これ1本終わりまして2本目。はい。以上です。それではご視聴どうもありがとうございました。暑い。本当に暑いこの部屋は。